お正月や花火大会などで着物や浴衣を着ることはあっても、普段着る機会がないという方多いのではないでしょうか。その良さを見直してもらおうと、今アーティストたちがアンティークの着物や和の素材を使った作品を数多く生み出しています。着物に魅了されたアーティストと着物を日常的に取り入れようとする人たちを取材しました。今月半ば、表参道で開かれたのは、日本の伝統美に惚れ込んだ4人の作家による展示販売会、その名も花鳥風月です。山田盛江さんは洋服や帽子、バッグなど様々なものを着物地や帯地から作っています。つむじ直子さんは手作りのガラス玉や革などを組み合わせ、和の素材の良さを表現。着物自体がものすごく魅力的なのと、やっぱ私が日本人だからっていうのがあると思います。楠堂葵さんは昭和初期より前の着物の柄を水彩画に取り入れています。昔の柄っていうのは今見ても斬新ですし、で、あ、これは絵に取り入れて、例えば人だったら入れ墨みたいに入れてしまえばすごく面白いんじゃないかっていう。増間真理子さんは着物地のほか、古いかんざしや中国ボタンなど日本だけではなく東洋の素材を使っています。職人さんの技というのが光ってる、そういうものを できれば残していきたいなと思います。4人は古い和の素材の良さを見直してもらいたいという思いをグループ展で結集させました。こちらの水彩画はその現れの一つ。よく見るとアクセサリーやドレスなど他の3人の作品が絵の中に盛り込まれています。いいものやっぱりいつでもいいんじゃないですかね。気持ちが和みますかね。もう一度ちょっとタンスも整理をしたいなと思いました。この展示会の発起人で着物リメイクのデザイナーの山田さんは、これまで着物を着たこともなかったといいます。池田茂子先生のとちょっと知り合いだったもんですから、それで先生のお宅にお邪魔した時に古いコレクション拝見して、ガーンってなんかもう嘘みたいってすごい衝撃を受けまして、それでそこからに、わ、日本の古いものってすごいんだっていうことを知りまして、その後着物の布を集めていった山田さんはコレクションを使って洋服を作り始めます。催事場に出品すれば大盛況という日々を送る中で、あるお客さんに出会いました。結婚式用の着物ではないので、あまり見栄えがしなくって面白くないわっていう話をしていたので、あ、じゃあその着物でドレスにしませんかって、あ、面白いかもみたいな感じで、これをきっかけに着物を使ったドレス作りが始まりました。この日山田さんのお店を訪れたのは結婚式を控える女性、金子奈緒さんとお母さんの律子さんです。お母さんが成人式で着た着物をドレスにしてもらおうとやってきました。姫系っていうか、結構ふんわりと、2人の希望を聞きながら山田さんがデザインを描いていきます。ウェディングドレス結構本で見て、で、あ、これがここの柄が着物だったら素敵だろうなっていうイメージで着ました。40年間ずっとタンスにしまったままだったものですから、本当になんか嬉しいの一言です。こんにちは。こんにちは。素敵ですね。菊の柄を全体的に生かし、小さなリボンがたくさんあしらわれました。すごい。すごいよ。帯地もアクセントに使われ大満足のようです。全然インパクトが違います、ね。一方、仙台からのお客さん、早坂奈々子さんも、お母さんが成人式で着た着物のリメイクを注文していました。心配なのは着物のピンク色。普段は取り入れない色のため、
違和感を覚えないデザインを山田さんに相談してきました。すごい。イメージ通りな感じ？以上。ピンク色への抵抗感は大胆な色を組み合わせることで解決しました。あえてここにこのグリーンを配色にして、それで裾ぐるっと回してるんですけれども。大きなリボンをつけて完成。旦那さんには結婚式当日に初めて見せるということです。そのままでは私は着れないものだったので、やっぱこういう形で着れてすごい嬉しいです。結婚式など人生最大のイベントで思い入れのある着物を身につけたい人は今も多くいるようです。このままどん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 10年20年30年って経つと、着物なんか一回も着たことないわっていう大人ばっかりになってしまって、着物を着物のまま着るっていうことももちろんとても大切なことだと思うんですけれども、それをもっと普通にお洋服にして着やすいようにすれば、日本のこのいい着物の素材も絶滅しないで済むんじゃないかなとは思ってはいます。日本に伝わる芸術着物、それは形を変えながら現代に受け入れられていくのかもしれません。